どうも皆さんこんにちは。今日は豪華ゲスト2人に来ていただきました。犬猫殺処分ゼロを目指して頑張っている、ハリス鈴木清子さん、こんにちは。こんにちは。そして、林太郎弁護士です。どうもこんにちは。こんにちは。で今日はとにかく犬猫殺処分ゼロを目指す、そのために、何をしたらいいか、何ができるかということを本当にお二人にそれぞれ活動してらっしゃるので話してもらいたいと思っています。まあ、犬猫殺処分は自治事務ですよね。ですから各自治体に任せられていて、犬猫殺処分ゼロを実現したところ、犬殺処分ゼロを実現した自治体はまた後でお二人にも話していただきますがあるんですね。でも各自治体に任せられているために正直言ってデコボコです。私は国会議員なので、国挙げてやるべきだ、政府挙げてやるべきだと思って3月20日参議院の予算委員会で質問をしました。これまでどういう取り組みを、これ環境省なんですね、担当の役所がやってきたのか、でもこのことでですね、どういうことをしていくのかって聞いたらですね、環境大臣はしっかりと教育活動を活発化して、これを1日でもゼロに近づくべく、ゼロですよ、環境大臣、努力をしていくということに環境省を挙げて取り組ませていただきたいと考えております。環境省を挙げてゼロに近づくべく努力をしていくと答弁したわけで、このことをね、本当にこう私たちももっと具体的にこういうことをやれってこうやって犬猫殺処分ゼロを1日でも早く実現していきたいと思っています。どうか皆さんよろしくお願いします。じゃあお二人にどうして犬猫殺処分ゼロに取り組んでいるのか、じゃあ林さんどうですか。はい、私は自分の家に、13年ぐらい前ですか、保護猫2頭家に来まして、でそれからまたもう一頭保護猫が来まして、それで、自分家の、猫だけが幸せならそれでいいっていうふうには、そういうふうには思いませんね。やっぱり他の野良猫、そういう猫たちもやっぱり生涯を全うさせてあげよう、そういうふうに徐々に思うようになりました。それでなんとか殺処分ゼロできないか、そういうことを考えるようになりました。ハリスさんは、はい、私の場合はちょうど1年半ほど前なんですけど、都知事選が始まる頃にいろいろ新聞の記事の中で、一つ片野由佳さんという方が書いたゼロという本を読むきっかけをいただきました。でこの本は10年間かかって熊本の愛護センターが職員の方たちが本当に努力をされてゼロにしたんですね。そういう事実のもとにどうやってそのゼロにしたかということがもう本当にもう心を打つ形で書かれていて非常に感動いたしました。でそれがきっかけでキャンペーンとして、都知事宛ての、殺処分ゼロにしてほしいということを始めました。でそれから1年経って都知事がまた変わってしまったので、今年になってまたさらにこのキャンペーンを続けていく形になっています。そうですね、東京都にもあと国にもね、はい、そうですね。私は実は小学校の時に隣に「勝」という雑誌の犬がいて、私田舎で育ったので宮崎なんですが、学校行くのもお散歩行くにもどこにも尻尾拭いてついてきてたんですね。で我が家の、ね、玄関で靴を枕にしてよく寝ていて、どこ行くにもついていたんです。ところがある日いなくなっちゃって、どこ行っちゃったんだろうと、でも首輪をつけてるし飼い犬ってわかるだろうし、どこ行っちゃったんだろう、帰ってくるよねって帰ってこないんです。それでうちの父がなんか 2,3 日前に野犬狩りをしていたから、なんかセンターに行ってるんじゃないかって言って車に乗って実は行きました。そしたらですね、なんとそこにいたんですよね。だからもうちょっとで実は殺されるところだった。なんか神妙にしてましたよね、いつもと違って、なんかわかるのかしらとか言って神妙にしてたんですが、でもそこになんか真っ白な綺麗な犬とか、私は飼い犬と思うけれどいろんな犬がいて、なんか犬しかちょっとその時は目に入らなかったけれど、
じゃああの犬はどうしたんだろうってこうすごく思うようになった。だからあの犬猫殺処分の活動をやってる人たちといろんな活動をしてて、やっぱりそれはちょっと私の原点かなと。もう殺されなくてよかったねみたいな。で車に乗っけて、抱きしめて連れて帰ったんですよね。だからなんていうか、野犬にどんなしても見えないと思うし、首輪がついてるのに、でも愛護センターでな心細そうにしてたので、まあ、それはすごくなんか目の中に焼き付いてるっていう感じで、だから、やっぱり命を大事にとか思いますよね、というのが、まあ、原点なんですよね。じゃあそれぞれどんな活動されていらっしゃるか、どんな活動してるか、話してくださいますか。じゃあハリさんの方からお願いします。はい、あの先ほどお話ししましたけども、一応の私はあのキャンペーンとして、ウェブ上で、あのこういう、まあ、思いとしては私は現在の都知事に都知事宛てにあのこういうことをしてくださいということで、あの、まあ、思いをあのレターにして、でそういうものをあげて、そしてあの皆さんも賛同を得ています、でこれがまたあの昨年1回あの都の方にはあの提出したんですけども、あのその時は3400室だったんですね、で今現在1万6000室になっていますの でまたあの増添さんが新しい都知事ということなので、あのまたあの都の方に働きかけをしたいと思っています、具体的にはこういうことをやってくださいっていうのを出していらっしゃいますよね。はい、あのこれはあのこの1年間で、まあ、1年半でしょうか、あのいろいろあの、まあ、勉強いたしまして、であの今都の状態を見てこういう形がいいんじゃないか、できるんじゃないかっていうことを私はあのいろいろあの書いています、であの、ま、前あの美祖先生もねおっしゃってたように、愛護センターっていう名前なのに殺処分場なんですよ、でそれはもう本当にあの許せないことなので、とにかくその名前をそういうふうに変えた時点から、あのコンセプトを見直すべきだし、であの東京の場合は城南島っていうところがあって、でそこにあのワンちゃんや、ね、あ猫もそうかしら行くと、もう本当に殺処分されちゃうんですね、でやはりそれも全部見直して殺処分がゼロということになったとしたら、本当にあのドイツ あのティアハイムのように、あのもらわれない犬や猫はもうあの死ぬまでそこでちゃんと見るというような施設を、あの、まあ、少なくとも東京はやってほしいというのが私の願いですね、そうですね、あのでもあの東京の中では国立市も犬猫殺処分ゼロにしているし、いろんなところで実現してるんですよね。はい、そうです。あのつい最近はあの神奈川県の方が、あの神奈川県知事が、あの本当にあのなんていうかな、もう神奈川県は殺処分ゼロにすると、犬に関してゼロにすると、であの実質的にその、譲渡会ですか、を県庁で開くと、彼がおっしゃったということで、あのまあ本当にあの話題になってますよね。そうですね、素晴らしいと思います。そうですね、だから実はあのこの事務所にも環境省の役人の人に来てもらって、その担当の人たちと話を聞くんですが、その、いろんな場所の、予算が10億くらいしかないんですよ。だから愛護センターをその名前の通り、譲渡会の場所にするとかして、そこに行っていろんな人が土日も開放して、そのワンちゃん猫ちゃんを、本当に引き取ろうっていう、自分が親になろうっていう、あの飼い主になろうっていう人たちが寄ってくるようにしたらいいですよね。でも私実はあの旭川から帰ってきたんですが、旭川はあの旭山動物園ってあるじゃないですか。で私の友人もその犬猫殺処分に努力してて、やっぱりその動物園があるのに一方で殺処分っておかしいから、すごくあの目立ついい場所でやっぱり犬猫の譲渡会っていうか、それをしてほしいっていうので随分変わってきたようなんですよ。だから普通の人があの多くの人が行けるような場所の広いところで、で殺処分を本当に早くしちゃうんじゃなくって、そういう場所にしたらいいですよね、そうですね、やはりまあそうしていきたいかどうか、であの、まあ、東京都に限って言うと、まあ多分もしかしたら神奈川でもそうかもしれないんですけど、たくさん の, あの NPO 法人の方たちが、あのいろんなことをしてて、38かしらあの、そういう
のがあるんですね、うん、で皆さんすごい努力されてるわけ、うん、だからその都政としてもっとそのなんていうんでしょうか、そういう方たちをサポートできる、うん、例えば都庁のあれすっごく広いところがありますでしたあそこでその NPO の法人の方たちを例えば10件呼んで、うん、そしてあの譲渡会をするとか、うん、都が主催でそういうようなことをどんどんしてほしい。月に一遍やるとかね。そう、うんうん、本当に、うん、そうですね、あの林さんはどの活動あるいはどういう、ね、いろいろアドバイスを私ももらってたりするんですが、どうか話してください、はい、私はあの地域猫 のグループにも所属してるんですが、港区の、はい、それ以外はあの地域猫活動をやってる方の集まりが、うん、あの定期的にあるんですけども、うん、あのそれにあの出させてもらって、うん、あの皆さんのお話聞いたり、うん、あのいろんなあの法律的な面で、うん、あのご質問あればお答えしたり、それからあの動物愛護法の改正とか、うん、そういう時にはあのいろんな提言とか、うん、あのさせてもらってます、うん、はい、であれですよね、割とあ国たちは犬猫殺処分確かゼロにあって、うん、で猫じゃないですね、猫の方が、うん、だから、うん、犬っていうところと猫っていうところと両方っていうところとあるんですよね、はい、そうですね、はい、神奈川県のセンターと 川崎でしたっけね、はい、犬がゼロですね、うん、はい、で国たちは猫がゼロ、うん、で地域猫の活動をもっとする、うん、あのちゃんと避妊をするとか、うん、それについてちょっと地域猫活動について話をしてくださいますか、はいはい、まず今の現状 の分析なんですけども、うん、16万頭、犬猫殺処分されてて、はい、そのうち12万頭 75% ですねが猫なんですね、うん、で正確な数字は発表されてないんですけども、推定では10万頭野良猫だと思われます、うん、結局どういうことかというと不妊去勢してないので、どんどん生まれてくるわけですね、猫の場合はもう生まれてから半年ぐらいでもう妊娠できますんで、うん、で1年に3回ぐらい出産可能というので、うん、で1回に5頭ぐらい、うん、産んでしまいますんで、ネズミ山ならぬ猫山的に増えていくって言われてます、うん、はい、だからとにかく徹底した不妊去勢手術、そうですね、はい、必要ということで、まずは不妊去勢手術で、地域猫活動っていうのは不妊去勢して餌を片付けて糞を設置して地域の皆さんの協力をいただいて行っていくということなんで、うん、この地域猫活動ですね、これからも推進していきたいと思います、うん、はい、でこれ不妊し、うん、手術をするのにお金がかかるじゃないですか、うん、でこれは自治体が補助している場合、うん、NGO がお金を出している場合、でも国からの補助ってほとんどないですよね。ありません。ないですよね、うんうんうん、だからこの犬猫殺処分は自治事務なんだけれど、で自治体が補助するのも当然として、国がもっとそれにお金を出したらいいと思うんですよね。とりあえずどうでしょうか。ぜひ出してほしいんですね、うん、はい、で環境大臣が出した基本指針ですね、動物愛護管理に関する基本指針も、はい、地域猫活動を、うん、自治体が行っていくのを支援していくっていうふうに書いてありますんで、うん、そのためにはやっぱり不妊去勢手術お金いりますんで、うん、自治体にですね財政的支援ぜひともやってもらいたいんですね、うん、もちろん自治体のお金を出すとしても、はい、国が出してちゃんとそう使われているかどうかね、うん、それからもう一つその愛護センターが今殺処分の場所になっていて、その維持のためにまあ殺しているようなところもあるじゃないですか、うん、だけどその場所を広くして、そこはやっぱり譲渡会に譲渡ができるような場所にするとか、さっきハリさんおっしゃった旭川などもやってるようにいい場所でみんなが行きやすいところでやるとかいうのもあれですよ ね、 そうですね、市役所でやるとかね本当にそうですね、はいはい、それと普通の人が行けますよね、行きやすいですよね、はいはい、だからあれは神奈川県庁
でやるっていう、すごいですよね、本庁舎で、うん、それはすごいいいことだと思うので、はい、でしかもそれを、うん、あの県知事がおっしゃってるっていうのが素晴らしいと思います、はい、おそらくあの神奈川県庁の本庁舎で譲渡会やったら、あの日本全国影響されていくと思うんですよ。そうですね、いつ頃やるのかしら、私じゃあ神奈川県庁に行ってみようかしら私知事も知ってるし、うん、そうですね、大きいですね。だから変なこと言うと、各自治体の首長がいい意味で競争してくれるといいですよね。そうです、そうです、それを願ってるんですけども、ね、はい、で犬猫殺処分ゼロを目指す首長は素敵っていうね。そうですね、うん、そうですね、はい、私たちは称えるべきですね、はい、そうですね、やっぱ県庁っていいですよね、はい、はい、いいですいいですね、はい、だからそうやって譲渡会をやって殺さないようにすることと、地域猫活動でその、不妊治療などに去勢する時の自治体がお金を出すと同時に国からもお金を出すと、うん、そしてそうですね、あのあと多分法律的には、はい、あのそのブリーダーさんと、うん、あと、まあ、ペットショップですよね、うん、その方たちの規制を、まあ、ちゃんとやってらっしゃるんだったらいいわけだから、うん、それをもうちょっとこう、まあ、ちゃんとしていくっていうことかしら、うんうん、であのたまたまそのオランダのケースの、はいはい、あのなんていうのかしらビデオですね、あの、うん、Facebook の中で見たんですけど、うん、あのあそこは本当にゼロ でしかもそのなんていうのかしらブリーダーさんもいるし、あのペットショップもあるんですけども、うん、非常に強いなんか規制があるんですよ、いろいろルールがあるんですね、そうですね、はい、だからやっぱりそこだと思うんですよね、うん、はい、なんかあのこの間国会図書館に来てもらって、外国 あのそのゼロのケースを見て少し勉強したんですが、やっぱりそのペットショップの売買っていうと変ですが、はい、その時もすごく規制がありますよね。そうですね、でも日本であれやるとなんか儲からない感じになっちゃうんじゃないかとか思って、はい、どうですか、有名な発信例の問題ですよね。はい、どうぞ、はい、話してください。結局欧米ではあの経験上ですね、ブリーダーのところから、生まれてから、あんまり早くあの親兄弟と話してしまうと、噛み癖だとか吠え癖、うん、問題行動が起こるっていうことが分かってるんですね、うん、はい、でそれで結局飼い主さんのところそういう社会化できてない、うん、あのワンちゃんなんかを飼い主さんのところに来ちゃうと、結局問題行動があって、噛み癖や吠え癖が治らないということで、うん、センターに持ち込まれちゃうという、うん、でそれで殺処分につながっていくという問題が、あるわけなんですね、うん、それで今回の改正法で法律の法文上では56日発出令ということになったんですけども、はい、ただ不足っていうのがついてまして、今45日ということで、うん、平成28年から49日までになることはもう決まってるんですけど、うん、ただ本当に56日にいつなのか、発出令にいつなのかっていうのは分かんない状態なんですよ、うん、あれもその各都道府県の条例みたいなことで、うん、うちのところはじゃあ、ちゃんと発出令にしますとかっていうことはできるんですか。私はね、できると思うんですね。できるんですか、はい、だってよくする方で公害条例と一緒で、はい、そうなんですよね、呼び出し上乗せというか、うん、要するにその法律を下回ってはいけない、うん、つまりその、法律より下でしたらいけないけれど、はい、より良くすることは、はい、まあ、公害条例じゃないけれどそれは可能だと思いますよ、はい、そうですよね、うん、やはりそういう線って持っていくほかないんじゃないですか。そうですね、あんなすごいやらしいですよね、うん、なんか下に書いてある。そうですね、なんか、はい、法律で書いてあるのに、そういついつまでは大丈夫みたいなそう、かなり違和感ありますよ、ね、はい、違和感あります、はいはい、そうですね、それもそうだし、うん、それから質問趣旨を出したんですね、はいはい、でどういう取り組みをするかっていうんで、あの中にペットショップで、まあ、売れ残ったって言葉嫌いだけれど、まあ、俺のあまりいい言葉じゃないけれど、私バーゲンセールと書いてあるとちょっとみたいな思っちゃうけれど、でもそれはどうなるかっていうことに関して、どういう調査をしているかに関してはあまり明確な答弁はなかったですよね。そうですね、うん、ただ今回の動物愛護法ももう5年ぐらいしたら改正になりますんで、はい、うん、その改正の準備のためにも、うん、今の改正法がもう施行状況ですよね、うん、環境省を調査する必要あるんじゃないでしょうか。あ、そうですね、はい、今は調査ちゃんとしてないみたいですもんね。してないって書いてありました、ね、してないって書いてありました、はい、してないって書いてあったんですよ、質問収集ね、はいはい、人数が少ないのかもしれないけどね、だからやっぱり
今回の法律してないって書いてありましたね、はい、あの法律が適法に施行されていると信じてるみたいな感じでしたね。そうです、そんな感じでしてないって書いてありましたね、はい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 、だからそれじゃ困るんで、そうですね、ちゃんと調査していただかないと、うん、売れ残り の犬猫ですよね、うん、販売のように供することが困難になった犬猫、うん、今どうするかっていうことを都道府県に届け出ることになってますが、 はい、それがちゃんと守られてるのかどうか、うん、それを調査してもらわないと困るんです。そうですね、はい、そしたらまあ、適正にされてると思ってるってあるが調査してないってあったので、その調査を背負っての一つの方法ですよね、うん、そうですね、それに関してはまず現状がつかめないとわからないですよね、うん、そうですね、はい、あとハリスさんたちがこういうのをしたらどうかっていうので結構いろんな案も言ってらっしゃるんですよね。ちょっとそれも話してくださいますか。今地域猫の話と譲渡会の話とそれをいい場所にしたらどうかとか費用とか国がもっとやるとかいろいろありますが、はい、ですね、まあ、私もちょっとたくさんいろんなことを書いてあるんですけども、例えばその、犬をもらってくださる方いますよね、うんうん、で現実にその犬がそのなんていうのかしらもらってくださった方と会わないっていうこともあるんですよ、うんね、でまあ、アメリカなんかでは今シーザーミランとかすごくそういうことをやってらっしゃる方がいるんですけども、うん、だからその仮にそのなんていうのかしらペットが欲しいと思って譲渡会に行ってもらっても、例えばその方 その生活パターンとか、うん、それから多分エネルギーレベルと、うん、そのワンちゃんのエネルギーレベルが合わなくて、うん、お互いにそのなんていうのかしら幸せじゃなくなっちゃうんですね、うん、そうすると、うん、だからそういう場合はそういう方たちがまたそのなんていうのかしら戻って、うん、そして別の犬をもらえるような、うん、そういうなんていうのかな全てに対して柔軟にしていただきたい、うんうん、そういうそのなんていうのかなじゃないと結局無理やりやって虐待するよりもいいですもんね。そうです、結局そのいい気持ちがあって、うん、本当にワンちゃんを飼おうと思って、うん、そして行って可愛いからと思って、まあ、持って帰った、うん、ところがワンちゃんきっとすごくその年齢にもよるんですけどもすごくアクティブで、うん、でもその方はどっちかっていうと静かな生活を送りたい方だとすると、うん、やっぱりそれはこうなんですよね、うん、だからそういうことがありますから、なんていうかな、全てその NPO さんもたくさんいろんなことされてるんですけど、うん、その年齢制限があったりとか、例えば60歳過ぎるともらえないとか譲渡できないとか、うん、それからいろんな一人でシングルで働いてるとダメとか、うん、いろんなルールがたくさんらしいんですね、うん、だからそういうのももうちょっとフレキシブルにして、うん、そしてその代わりまたお互いにちょっとちゃんと見てて、そしてダメだったらまた戻すとか、うん、そういうなんていうかな柔軟性のあることをやっぱりそういう行政がちゃんとそういうなんていうかな、うん、もうちょっとこううまく、うん、受け皿としてやってもらいたい、うんうん、確かに獣医さんたちがその動物愛護センターにいるわけだから今殺処分をしているとしてもそうじゃなくって、そういうことにエネルギー注いだらいいですよね。そうです、そうです、その方がずっとプロダクティブだし、うん、本人たちだって嬉しいと思うんですよ。そうですね、熊本の愛護センターでとにかくそのなくそうと思った職員さんたちの思いはもう嫌だと、うんね、殺すのは嫌だ、自分たちは殺したくないっていう気持ちがやっぱり強く出てるんですよ、うん、だから頑張ろうと、うん、まあ、だからやっぱりそういう気持ちかな。それとみんながそうしたら幸せ、本当に今現在殺処分センターで働いてる方たちすごく辛いお仕事だと思うんですね、うん、でもそれが本当に 100% 別の形になったら皆さんが幸せになると思うんですよ、うんうん、そうですね、はい、林さんどうですか。そうですね、確かに高齢者、高齢者にはなかなか譲渡しないっていうような、はい、うん、団体多いと思いますね。ただ、はい、ハリスさん言われたように、もう病気になったり、体が、きつくなってもう犬の世話ができなくなったら、犬や猫の世話ができなくなったら戻していいよっていうようなシステムがあったら、それは素晴らしいと思いますね。はい、はい、はい、でやっぱりそのお家に、まあ、高齢者の方はお家にいられるわけですから、うんうん、そういう意味ではその有意義な時間をペットとね過ごせるわけですよね、うん、ですからお元気なうちは本当に幸せだと思うんですよ、うん、でもやっぱりそれがもう自分はもしかしたらあと5年分かんないかもしれないからとか、そういう気持ちでワンちゃんやね猫ちゃんにもっと人生に近いので、うん、だからそれで持てないっていうのは本当にかわいそうだし、そうですね、うん、
それでもっとね、長生きできるかもしれないし、でその一旦戻せるシステムっていうのは、今高齢者と高齢者が痴呆症になったり死亡したりした後も残された犬猫の問題、すごい大きい問題になってるんですね、はい、そうですね、はい、なんか私はある保険会社から、ほら犬猫ってどう人じゃないから相続できないけれど、何かその相続できるようにして、例えばある人が例えば3000万残して死んだとして身寄りがないと例えばしますね、そしたらこの場合国庫に帰属するんだけど、そうじゃなくて、その例えばですよ、そのワンちゃんに例えば3000万、まあ、遺言書いてもいいんですよ、遺言書く、そうするとそれを誰かが管理して見てあげればいいわけじゃない、そういうことを考えられないかっていう、ちょっと私相談が来てるんですね、メールで。まだちょっとそれは落ちてないんですが、でもこれから高齢社会で、そして家族が少なくなってということありえますよね。自分の残った財産は、ワンちゃん犬が、犬猫が安心して人生を送れるようにお金を使ってくれっていうのは、誰か代わりの、だからなんていうのかしら、その委託する信託みたいなのが出てくるかもしれない ね、もう現実化している問題だと思います、信託、使ったり、もうあるのかしら、あるんでしょうかね。そうですね、もう動いてますね、まだ一般化してないですけども、それでちょっと今犬猫殺処分ゼロを目指して、とにかくいろんなというかまだ他にもこういうアイデアがあるっていうのありますか。まあいろいろだいぶ言っていただきましたよね。そうですね。それでそれからまた教育も必要ですよね。飼う場合の入り口と出口とね、それはどうですか。そうですね、だから愛護センターはやはりそういうためにあるけれども、もっと職員の方たちは、NPO の方たちが一生懸命頑張って、その、なんていうか、上手な人を探したりとかいろいろされてるんであれば、愛護センターの方たちはそういう、なんていうのかな、一般的に、例えば犬なんかは犬種によって全然違うんですよね、かなり違う、だからそういうその違いとか、いろいろなそういうことをなんていうのかね、個別にこう勉強させるような形をもっとこうできたらいいと思います。あ、そうですね、だから愛護センターの性格を180度変えることなんですよね。そうですね、それで質問収集にも取り上げたんですが、実は私森達也さんがやっぱり保護犬を聞き取った、猫だったので、それでいろいろ話をしていて、そして殺し方にちょっと議論があったんですね。で結構だから経費節減のためにやっているから結構苦しむっていうので、質問収集には出したら苦しまないっていうのは出てきたけれど、ちょっと林さんそれ話していただけますか。結局殺処分方法なんですけども、動物愛護法にはできる限り苦痛のない方法で、しなければならないというふうに決まっているんですが、今大体110ぐらいの全国の自治体で、35ぐらいの自治体は二酸化炭素のみ、でやってますね。お金の費用の問題って聞きました。そうですね、お金の問題ですね、で獣医師さんなんかに聞くと、ひどい場合だと10分以上苦しむんだっていうような話も聞いたこともありますし、だから、麻酔注射プラス筋肉弛緩剤っていう安楽死、に変えていくべきじゃないかと、この議論は殺処分の方法の議論なんで、そうね、ただ言いたいことはこう、そうそうそう、だから殺処分ゼロを目指す、しかし今苦しまないようにって言ってるけど、そんな状況じゃないよっていうことは言いたいんですよね。そうですね、だからなおさら殺処分ゼロにしようって、そうです、それはなんか苦しまない死なんてないですよ。だからっていうか今はよりひどいわけで、経費節減ですごく苦しんで亡くなってる犬猫も多いわけだから、だから犬猫殺処分ゼロと、だから安楽死ができればいいっていうわけの議論ではもちろんないんですよ。とか、でも実はそのやっぱり
ワンちゃん、猫ちゃんがどういう風になってるかっていうのは知ってほしいなとは思いますよね。そうですね、うん、はい、本当にあの愛護センターに持っていく方はそうなん、その事実を分かって持っていってるのかなと思いますね、うんうん、だからあの熊本市みたいに、はい、あの嫌われる行政になるんだっていうことで、そうです、はい、お断りしてますよね、はい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 、だからあのどんどんあの持ち込んでくる人にはあのどういうことになるかっていうことを 話した方がいいと思いますね、はい、話すべきだと思いますね、はいはい、またあと私立ち会いさせるべきだと思う、うん、僕もそれ立ち上げる賛成です、賛成ですか、はい、あの本当に自分 そのわがままで連れてきたんだったら、うん、私は最後までそこに立って見てるべきだと思います。うん、本当にそう、まあ、そうしてるんだもんね、はい、それであのちょっとあの話を変えて、いろいろ全国でいろんな自治体がいろいろ努力をしてたりこうしてるよってなるじゃないですか。お二人にそれぞれの自治体、まあ、熊本の話はまあ有名だけれど、でもあのインターネットで見てらっしゃる人たちは全部知ってるわけではないので、こういう取り組みがあるよ、こういう取り組みがあるよっていうのをちょっと話していただけますか。例えばあの東京都の新宿区なんですけども、はい、あの新宿区なんかの場合はあの区民がですね、あの自分 あの家の近くに野良猫がいると、野良猫がいるんだけどどうしたらいいんだろうってやっぱり分かんないと思うんですね、うん、でそれで区民が保健所に行って家の近くにあの野良猫があの何匹もいるんだけど、うん、どうしたらいいんですかって言ったら、あの、うん、あなたがやりなさいってあの言うらしいんですね。あなたがちゃんと世話しなさいと。で、あの、うん、であのうちがちゃんとサポートするからって言って、うん、でやり方教えてやるからって。あ、地域猫と教えてるんですか。そうなんです。やり方を教えてやるからあなたが世話しなさいって。でも不妊とか去勢はするんですよね。します。だから去勢は全うすると。それ必ずします。であの結局やり方を教えてくれるんですよ。へー。あの、ま、あの捕獲して、はい、不妊去勢すると、はい、で餌を片付けて、うん、トイレも設置しなさいと、うん、であの近所の人にもあの挨拶、うん、捕獲は自分でするんですか。やり方を教えてくれたり、あと愛護団体が、はい、愛護団体紹介してくれますので。でもその費用は新宿が持ってくれるわけね。不妊とか去勢の費用はあの助成金 あのやり方を教えて、はいはい、用紙の書き方を教えてくれるんですか。そうですね、あの申請の仕方を。で捕獲はあの初めての人できませんから、はい、できませんから、あの愛護団体の人にお願いして、うんうん、面白いです。でもやっぱりね、こう地名が出てくると結構首長やその地域で、あとどんな取り組みがちょっと言ってくださいます。まあ他にはまあそうですね、あの国立市なんかもあの行政が結構協力してくれてるそうですし、はいはい、ちょっと古くなりますが、まあ地域猫活動発祥の地と言われている横浜市磯子区なんかもですね、はい、私は一回あのミーティングに行ったんですけど、はいはいはい、なんか練馬猫さんがすごいいい、うん、いい仕事をされてますよね。そうですね、はいはい、練馬猫さんもいろんなとこ行って、セミナーっていうか、はい、こういうふうにやるんですよって言って、はい、皆さんに教えてあげてるっていう。はい、そうですよね、はいはいはい、国立はね、あれ犬の方でしたっけ、ゼロに、あ、猫の方、猫の方ゼロにしたんですよ、すごいですね、はい、あと意外な当地域がゼロにしたりしてますよね。そうですね、うんうん、アバシリ、あ、アバシリね、そうですね、うん、先生、あ、そうですね、はい、はい、そういう報道ありましたね。あ、はい、意外とだから、はい、熊本もゼロを目指してるが、全国の数字は実は環境省のホームページに全部出てるんですが、長野とかも意外少ないですよね。長野この前はい、深夜だったんですが、はい、テレビで、テレビ放送ありました、ね、長野市の、うん、ボランティアさんは、うん、奮闘されている、うん、はい、不妊手伝いして、うん、はい、それで実は私も国会の中でその
勉強会をやったりするときにいろんな方が来てくださって、うん、でインターネットでもその犬猫殺処分のサイトやいろんなところでもそのこの子をどうかあの必死で里親探してくださいとかツイッター上もものすごいじゃないですか、うん、だから皆さんも本当極端に言えば私生活投げ打って、うん、もう24時間近いくらい、うん、神経張り詰めてものすごくやってるんですよ、うん、で私はその人たちの努力はもう本当に素晴らしいし、うん、本当にセンシティブで気持ちが優しいから頑張ってると思うんだけど、うん、 でもそれに国と自治体は甘えちゃいけないっていうのもちょっと思ってるんですよ。そうですね、というか、まあ、自治体は頑張ってるところは頑張ってると、はい、でワーストと言われてるところがありますよね。そこはちょっと考えてほしいっていう、いいところはいいところで、こういうあのなんかモデルケースがありますよとか言いたいんですが、ワーストの自治体はやっぱり頑張ってほしい。で今はもうちょっと国が政府がやっぱり目を乗り出す番で、どこもボランティアがものすごい頑張ってるけれど、国がやっぱりその予算をつけるとか、方針を示すとか研修するとか、あの例えば私実はちょっと喋ってすみません、自殺の担当大臣だった、自殺をなくすための、あ、自殺を担当大臣だったんです。その時全国の自治体の人たちに来てもらって、そしてそこで話をするとか、はい、あとその対策基金をあのかなりつけて、で自治体で使ってもらうとか、例えば消費者担当大臣でもあったけれど、消費者地域における消費者行政のための基金っていうのを作ってそれぞれ取り組んでもらうとか、うん、だから、まあ、基金がいいかどうかは別にしても、この犬猫殺処分ゼロを目指して環境省が各自治体を本当に呼んで、うん、いい例の紹介、それとかこういうところはもっと努力できないかとか、うん、もっとそういうことをやったらいいです ね、あるいは予算をつけるとか、そうですね、それで賛成ですっていうのは、はい、うん、自治体によってはあの地域猫活動って言ってもあのどうやってやっていいか分かんない、あの人がいると思うんですね、はい、だからそんなあの地域猫活動ってそんなあの難しいもんじゃないですから、そんなハードルの高いもんじゃないです。あの不妊去勢してトイレ設置して、あの餌片付けてあの近所に挨拶してくるっていうもんですので、はい、そんなあんまりね高いハードルをこう設定するとダメなんですよ、うん、で高いハードル設定してそれをクリアしないと不妊去勢の補助しないよみたいな、うん、そういうところが ある矢に効いてますんで、うん、はい、だからそうか、なんか林先生の話、うん、林さんの話聞いてるとやれるような、うん、でも確かに地域猫活動の成功例をもっと広めたらいいかもしれないですね。そうなんですよ、環境省も平成17年に、うん、あの事例集みたいなのを出してるんですけども、うん、もう10年経ってますんでね、うん、はい、そしたらあれかしらね、あのワースト10ぐらいをリストアップして、うん、そこに地域、ね、猫活動あとであれか、うん、ハードルそれをノウハウを伝授しに行く、いいですね。あるいは環境省が自治体集めて伝授する、うん、はい、それはいいですよね。伝授して NGO に言うとか、そうですね、うんうん、そうですね、環境省が集めてくれと、そうですね、で都内のそうすべきですよね、うん、そのためのまとめ役なんだから、そうですよね、だからあの自殺や消費者担当もそうやったり、ご存知は男女共同参画とかだって、はいはい、そうやってあの例えば自殺や消費者でも全国知事会とか全国市町村会で要望なんかしたんですよ、うん、そうだから全国知事会と全国市長会全国政令市で環境大臣が要望しっていうか、あるいはそのそれだけだと首長、まあ、首長に言うのもいいんだけれど担当のセクションの人に来てもらって、そして研修会やるっていうのもいいですよね。そうですね、やっぱりあの担当者ですよね、担当者ね、はい、確かに。で予算をつけると、うん、で動物愛護センターを真の意味の動物愛護センターにすると、はい、譲渡の場所にすると、はい、そのための回収費用は国は補助しますっていうといいですよね、はい、そうですね、だったら結構犬猫殺処分の場所を作るのでもお金かかってますもんね、うん、って聞いてますよね、はい、相当かかってるはずです、はい、うん、そうか、じゃあそれを環境省にやってもらったらいいですね、はい、環境省犬猫殺処分ゼロ宣言ってしてもらったらいいね、まあでも、はい、もう接してるんですよね、宣言されてますよね、そうなんです、実はあの途中から見られた皆さんじゃないけれど3月20日に予算委員会で質問したら、大臣は環境大臣は1日でもゼロに近づくべく努力をしていくことに環境省を挙げて取り組ませていただきたいと考えておりました、から1日でもゼロに近づくべく努力をすると、うん、環境省を挙げてやるって言ってるんですよね、はい、そうです、
だからもうちょっとこう見えるような形でバンバンやってほしいですよね。そうですね、有言実行で、うん、はい、あと何かアドバイスはありますか。まあ、あとはあれですよね、飼い主さんのもう終生使用の責務っていうか、一生世話するね、世話するんだよっていうことを再認識していただいて、うん、はい、なかなか安易にやっぱり買えませんよね、うん、病気したら当然お金かかる、そうですね、はい、はい、ワンちゃんなんかあれ年取ったらあれですよね、はい、大変です、ね、大変です、大変ですよね、はい、だからもう一生面倒見ていくわけですから、そうですね、特に大きなワンちゃんだったらあれだと思います。そうですね。でも新聞でも雑誌でもタレントさんたちも自分の家族のように大事にね、うん、一緒に生きてるっていうのはよく写真とかいろんなのでものすごくあって、うん、今は、まあ、少子化であったり家族の数も少なくなっているから、うん、ものすごく家族のように一緒に生きてる人も山のようにいますよね、うん、そうですね、うん、はい、もちろんだからそういうワンちゃんね、猫ちゃん、うん、本当に幸せだと思います。猫海外してる人も多いもん ね、 そうですね、猫ちゃん、うちの猫ちゃんかわいい猫自慢が始まるとなんかね、犬猫自慢が始まる、子供自慢より孫自慢より大変みたいな、はい、スマホで写真こう見せるっていうね、見せ合いっていう、はい、猫の写真とか、ね、そうそうそう、前だと孫自慢かね、子供自慢だったらね犬猫になってますよね、はい、そうですね。あとハリシさん、なんかアドバイスとかこんなのってありますか。これは、これだけは言いたい、これだけは言いたい本当に石原大臣がおっしゃったことを私は都知事が言っていただきたいそうですね、大きいところのやるとまた影響力大きいですもんね、はい、でもNGO って犬猫殺処分ゼロを目指している NGO や活動しているとかものすごくたくさんあるのであれだけれど、ベスト10とか表彰するとかいうのもやってもいいかもしれないね。ベストジーニス賞とかなんかやったりするじゃないですか。ね、そうですね、確かに。ただ判定が難しいですね。判定が難しいか。はい、確かにね。はい、割合と何人か小さくやってらっしゃる方が多いですよね。そうですね。ってか自治体を推薦する。そうですね。それもやっぱり難しいか。まあ、数字はもう出てますもんね。はい。まあ、でも、環境省として自治体にここの件はよくやってるっていうことを言うことは可能なんじゃないでしょうか。それはそうですね。はい。だからそれこそまた自分の話に戻ってすいませんが、私少子化担当大臣の時に我が町の子育て支援策みたいなので募集して乗っけてもらったんですよ、はい、ただ首長さんたちは当時やっぱりほら待機児童ゼロを目指すとか、はい、我が町を日本一の子育て町にするとか、まあ、言いますからね、はい、いやいや言うし、それはまたそれ実行につながる面もあるからね、はいはい、やっぱり言わせたいですよね。言えばやっぱりどうですかって聞けますものね。そうですね、はい、でもちょっとまた話があって、私はその待機児童ゼロを目指すときに国有地を貸与してくれっていうのをやったんですね。だからやっぱり国の力ってやっぱり大きくて、自治事務に任せてるだけでは基本的に保育だって学童クラブだって子育て支援だって犬猫殺処分だって自治事務だけれど、はい、任せている段階ではないでしょっていうので環境省に言ってるんですよね。そうですね、そうですよね、はい、国の方は自治事務だから自治事務だからって言うでしょ。で自治体の方は国の方がちゃんとしてくれないとこっちではできないみたいなニュアンスになると思うんですよね。でも自治事務なんだもんね、はい、だからやっぱり国の方で方針の方だけはもうしっかり示してもらわないと。でもそしたらあれね、あと、まあ、どこの NGO が選ぶかだけれど、首長さんたちを表彰しようか。いいですね、はい、つまり男女共同参画などで、うん、県知事会とかいろんなところで、はい、たくさん色別に頑張ってるところと頑張ってないところとか地図で日本地図でバッと流すと、はい、知事は自分のところだけ見てますもんね。あ、そうですよね、やっぱりね。あと自治体って結構横並び意識ってあるじゃないですか。わかります。すごく横並び意識があってっていうのがあるから、例えば、まあ、熊本もはじめ、うん、勝手に私たちが頑張ってる自治体賞とかいうのを出して表彰しましょうか。でも熊本も県じゃないんですか、ね、県じゃないです。熊本市だからね、熊本
あれは市が頑張ってても県が多いとかね、うん、そういうところ結構あるんですよ。そうですよね、うん、そうなんですよ。そうですよね。そう、それからある自治体は例えば、あのそうだ、ハリスさんも書いてらっしゃるけれど、東京都の人が近県に捨てに行くとかね、それは言われました。でしょ、はい、だからね、あるんですよね。しかも今神奈川の方が心配しているのは、自分たちがほらあのゼロってあのおっしゃってたから、うん、だから捨てに来るんじゃないかとかって、うん、まあそういうなんていうのかしら、まあ、嫌な心配ですよね、うん、だからやはり全員がゼロにならないとダメなんですよ。そうね、はい、まあ、待機児童ゼロっていうとその、自治体に集中するとか、まあ、いいことだけど、こっちはいい話だけどね。そうですね、でもそうするといつまでも減らないとかね、はい、そうですね。でももう少しその自治体ここ頑張れとか、ここは頑張ってるとか、はい、もっと可視化してもいいかもしれないね、うん、そうですね、そう思います。で私たちも環境省のやってることをもっと可視化したらいいですね。そうですね、予算つけろ、補助金出せ、愛護センターそれぞれをもっと違う場所にせよ、うん、そして犬猫殺処分ゼロを一日でも早く実現するって言ってるわけだから、 そうですね、はい、そのためになんかプランを出せ。そうですね、はい、それはもうすごくいいと思います。プランを出せですね、はい、プランを出せで各都道府県庁でぜひ譲渡会をやりましょうとか。そうですね、そうですね、はい、各都道府県庁で譲渡会をやりましょうって、だって県庁はどこにあるかみんな知ってるもん、うん、そうですね、行きやすいし、はい、便利なとこにあります、はい、はい、そうです。で大きいしよく目立つし、はい、迷子にならないし、はいはいはい、新宿なんかすごいですよ、あの下本当吹き抜けて、吹き抜けて、はいはい、ね、雨降っても大丈夫だし、はい、それでアピールにもなると思うんですよね。収容されてる犬や猫がこんなにいるんだよっていう。そうですね、アピールになる、現実をね、はいはいはい、はいはい、そうです。だからぜひその本庁舎、県庁とか、はい、都庁それを開けた、そしたら各都道府県庁で、うん、その譲渡会をやれっていうので、まあ一つずつ増やしていく。そうです、やらね、やらね、やけ、それ自治事務だから、やれっていうのは国からはちょっと言いにくいと思うんですよ、やっぱ地方自治だから、やったらどうかなとは言えても、押し付けることはちょっと法的には無理、だけど自治体が神奈川県知事丸とかさ、言って、各県庁でやってくれと、すべての47都道府県の首長に手紙書くとか。そうですね、そのぐらいやってもいいですよね。あ、でもね、私は何かのテーマで子育て支援だったか何かで、はい、自殺だったか男女共同参画か、はい、全ての首長というか都道府県知事に手紙書きましたよ、大臣名で。大臣名で、大臣名で書きましたよ。書きました。いいですね、要望みたいな感じで、要望とか言って、はいはいはい、お願いします。もう自分で電話かけようかと思ったからちょっとそれやりすぎで、あの担当職員がやるっていう。でもいいじゃないですか、神奈川県知事がやる、 そしていろんな知事室にやってくださいって連絡するのはどうですか。長野県知事どうでしょうとか、どうでしょう、ね、いいです、沖縄県知事いかがでしょうとか言って、はい、そして知事選挙の時に必ず公約にどうでしょう、入れてくださいって。そうですね、犬猫殺処分ゼロを目指すって言って、はいはい、というのもあるし、でも今から現職の知事さんたち全てにそれをやってくれと。はい、いいと思いますね。え、そしてまたあの市町村もね、政令市も含めてやったらいいですよね、はい、もそうするとやっぱり東京都だ、東京都の中でやっぱり譲渡会をやってくれるようにすることがね、知事の決断だもんですね。そうですね、あの数字的に言えば東京都はあの2割やっぱり殺処分されてるんです、犬は、うん、で猫は 85% かな、殺処分されてるんですね、うんうん、で23区では3割近くの犬がセンターに行った犬が殺処分されてるんだそうです、うん、だ結構私は高い数字だと思うんですよ、うん、だからこれやっぱり銀行でも高い件ありますよね。もちろん銀行はもうめちゃめちゃ高いですよね、うんうん、はい、いや、あのペットショップのワンちゃんは確かにかちょとってもちっちゃくてとっても可愛かったり血統書がついてたりしてるかもしれないけれど、でも殺処分される犬猫とあのその、ね、売られてる犬猫ってあの数が近いとかも言われてますよね。そうですね、あの実質上は同じですよね、うん、全く、まあ、中には雑種もあると思いますけど、うんうん、あの私がセンターに行った時は本当にあのそこでもう10匹ぐらいいたのかな、あのこうケージに入っていたんですけど、うん、まあ、この子たちはその飼い主さんがあのいらっしゃるのを待ってますっていう感じだったんですが、うん、もう普通にペットショップにいる犬ですよ、うん、子犬じゃないけども、うん、まあ、あの普通の成犬ですけど、みんな普通に見て、あのなんていうのかしら、
血統書があるかなんか分かんないけど血統書付きの犬みたいなそういう犬たちが本当にみんなもうすごくあの、うん、キャンキャン鳴いてた、うん、そうするでもなんかいろいろあの獲得目標も出てきましたね、うん、でも神奈川県知事はまあ近いしあの大きな県なので、県庁で犬猫譲渡会やるときは、まあ、みんなで応援するとか、うん、でも47都道府県知事に手紙書きませんか、うん、いいですねやりたいねえ会いに行くとか言っても嫌がら、嫌がら、ね、会いに行く会いたくないいやいや違う違う違うでも47でもにやっぱり47都道府県知事に手紙を書く、まあ、会いに行くってなかなかいいんじゃないですかでもあね手紙書くのもいいかもしれないねどうでしょうかいいと思いますねえ顔見知りの人も結構いるしねえよしよしとか言ってでもまああの一つはあの環境省が一日も早く一日でもゼロに近づくべく環境省を上げて取り組ませていただくって言ってるわけだから環境省にやっぱり各都道府県全部にやっぱり 犬猫殺処分ゼロを目指してやってくれとで環境省は予算をつけたいと考えてるとまあ財務省との交渉もあるけれどだから愛護センターの性格を変えてくれとで犬猫譲渡会を例えば土日とかあの非常に人目につくところとかあのそういうところでちゃんとぜひやってほしいとで犬猫殺処分ゼロを目指してその自治体がどういう取り組みをするかプランを出してくれとそうですねいいと思いますプランを出してくれと、はい、見えるプランです、ね、見えるプラン、うん、だから、はい環境省としては犬猫殺処分ゼロを目指すための施策としてのプランのメニューってこういうものがあると思っているとそうです、ね、あなたの自治体はそれをどういう工程表で犬猫殺処分ゼロを目指したいと考えているかプランを出せとか言ってね。そうですね。でもそれは別に環境省に出さなくてもっていうか環境省はそんなまあ自治事務だからあの出せっていうのは難しくてもでもそういうのを公表してくれと NGO が言うのはいいかもしれないですね。 あなたの自治体で犬猫殺処分ゼロを目指してどういう活動をなさるのか、はい、ぜひあのプランを出してくださいとか言うのはいいかもしれない、はい、あなるほどうん、私は犬猫殺処分ゼロを目指して多くの人がすっごい頑張ってることは本当に知ってるんだけれど、はい、みんな寝食忘れて本当に必死じゃないですかですだから環境省と自治体がもっと頑張るべきだと思ってるんですよその通りですね本当に本当に、はい、予算つけてくれって、はい、だって公共事業の予算ってすごい予算ですよ、うん、そうですねものすごい予算ですよ、はい、それに比べればとか言ってね、うんうん、でやはりあのこれあのもしも、うんあの全国でゼロになったらすっごいメジャーだと思うんですよ日本にはそうですね、はいはい、だってヨーロッパは犬猫殺処分ゼロを目指しているところも多いですからね、はい、あれドイツとイギリスとオランダですかそうですね私は知ってる限りでは、うん、そうですね、まあ、イギリスは殺処分してますけどねもう頭数がすごく少ない、うん、あとはそのやっぱり 犬とかのレベルがレベルとかみんなの考え方が違ううんしつけもすごくするとかねそうですねやはりそういうサポートがあるんじゃないでしょうか、うんはい、でももしかしたら飼い主さんも子育て相談があるようにいろいろ相談をしたり、なんかそういうのがあるといいですねそうですねやっぱり問題ができた時にあのなんていうのかしらその問題を解決できるようなサポートがあるとみんなもっとこう安心できると思うんですよねやっぱり自分で抱えちゃうから、うん、あのじゃあ捨てちゃおうかなっていうか、うん、本当にそういう年取ってきたりね、うん、犬や猫がそうすると大変になるからとかやっぱりそういう風にならないようにサポートしていけたらいいと思いますそうですねで私旭川ノーズの山内恵子さんっていう友人があの犬とかあの保護犬買ったりとかいろいろしてて、まあ、彼女がすごく言ってたのはあの東日本大震災の時とりわけ福島原発震災なんかの時に、動物を置いてこざるを得なかった、はい、それが心が本当に痛いので、はい、震災にあったあし災害にあった時も連れて行けるようにしてほしいなとかね、はい、そうですね、はい、でもまあとにかく犬猫殺処分ゼロを目指してハリスさんのにはハリスさんのでしたっけ誰あハリスさんオリンピック2020年のオリンピックの年には東京は殺処分ゼロでももうちょっと早くです ねもう3年そうね5年でもうなんていうのかしらあの目処が立つ、うんようにすべきですね、うん、できると思います、ね、できますよね、うんはい、そうすると犬猫殺処分ゼロを目指すネットワークっていろいろそういう見たら名称がたくさんあるけれど47都道府県知事に手紙を書こうはいねえでどうなってますかなんてまあいろんなことをあと環境省に行きましょうはいね環境省に交渉しに一緒に行きましょうはい一緒に行ってか私行きますのではいあの
三役にも会いに行きましょう、ね、でそういうことを国会の中でもやれば、だからちょっと長くなってすいませんが、これあの法律を改正しなくても実現できますよね。あ、もちろんです、はい、ね、林さんどうですか。そうですね、まあ、改正してもらいたい点はいくつか あるんですけども、ただ改正しなくても可能ですね、うん、改正してほしいところって例えばどういうところですか。例えば野良猫の不妊去勢どうしてもお金かかりますので、うん、所有者のいない猫の不妊去勢の費用について補助するっていう、うん、条文を、うん、愛護法に加えてほしいですね、うん、はい、それともう一つは地域猫活動を推進の努力義務、うんうん、これが法律の中にあるとまた違ってくると思うんですね、うん、はい、なんかちょっと話変わって、はい、男女共同参画の担当大臣の時はそれぞれの役所を呼んだり、うん、なんか性暴力のいろんなことの禁止をやろうってやったりとか、うん、いろいろやってるわけですよ。あれだって考えようによっては自治体の仕事じゃないですか。だからこれって動物愛護法があり国会で法律を作ってるんだけれども、やっぱり国の役割がすごく薄いですよね。そうですね、法律作る、法律作ることと、あとは技術的助言とか、うん、啓発活動、うん、みたいになってきてますよね、うん、はい、だから、まあ、啓発活動をなる啓発活動で殺処分ゼロを実現した自治体、それとかもう限りなくゼロにすることを実現した自治体がどういうふうにやってるのかっていうような、そういう事例集みたいなの欲しいですよね、うん、知りたいです、知りたいです。なんかパンフレットとかを作ったりポスターを作ったりしてるんですよね、うん、そうです。そしたらそれをまたちょっと見せてもらって、うん、でさっきおっしゃったけれど日進月歩してるじゃないですか。だから10年前のはまあ古いわけで、うん、日進月歩をまあ毎年出すとかね、でそういうのをインターネット上で出してこういうふうにいろいろ好事例集が例えば10件ありますとかこういうふうに実現しましたっていうといいですよね。そうですね、あなたがやりなさいと新宿区が住民に言うように、うん、こうしたらいいよって、うん、でもそのあなたがやりなさいって言われたら嬉しいんだかなんだかっていう感じですけどね。おかしいね。おかしいですよね。でも人間ってヒントがあればそうかできると思いますもんね、はいはい、やり方さえ教えてもらえればできると思うんですね。あ、はい、結構生きがいになるかもしれない、うん、そうですね、はい、そしたらやっぱりね環境省は各自治体の担当者を呼んで犬猫殺処分ゼロを目指すためにっていう研修をまずやってもらおう。そうですね、自治事務かもしれないけれどそんなこと言ったら何だって自治事務に近いわけで、はい、うんうん、待機児童だって何だってね、保育園だって何だって自治事務なんだから基本的には。そうですね、そうですね、うん、はい、とするとだって教科書だって自治事務ですよ、教科書検定だって、うん、じゃないかな、ちょっとなんかおいかげなこと言うとあれですよ。でも自治ほとんどのことは自治事務じゃないですか、学童、はいはい、クラブだって、はい、でも国の責任ってあるわけだから、じゃあ環境省はまずそうやると、呼んで研修をする、うん、そして私たちは47都道府県知事に手紙を書く、そして神奈川県知事のやる譲渡会を県庁でやるのをみんなで宣伝して、はい、各県庁都庁でやりましょうと呼びかける、ね、はい、いいですね。で譲渡会がおしゃれって感じで、そうですね、そうですね、はい、みんなで行きましょうっていう、そうですね、そういうのがいいと思いますね、やれば、いろいろそういうこともやりましょう、はい、はいはい、じゃあそういうところに押しかけじゃなかった参加して、はい、じゃあ今日は本当にありがとうございました、うん、また犬猫殺処分ゼロを目指して何ができるか時々インターバル設けて話し合いませんか。はい、はいはいはい、よろしくお願いします、はい、じゃあ、まあ、環境省に行きましょう。はい、はい、よろしくお願いします。みんなで犬猫殺処分ゼロを目指して頑張ろう。